迷信それとも真実クイズをご用意いたしました。早速始めましょう。人参を食べると暗闇でもよく目が見えるようになる迷信です。人参には視力を維持するための効果的なビタミン A が豊富に含まれていますが、暗視できるようにはなりません。イギリス空軍は1940年代に新しいレーダーを発明しました。そしてその事実を秘密にしておくために、パイロットの目がいいのは人参をたくさん食べているからだと発表したことから、このように信じられるようになったのです。ダイヤモンドは特別な宝石ではない。本当です。ダイヤモンドは結婚指輪にはぴったりですが、珍しい宝石ではありません。広告キャンペーンによって希少でもない石が特別なものとして仕立て上げられただけなのです。本当に珍しいものが欲しかったら、美しいペイン石はいかがですか。お財布は空になってしまいますけどね。なんと1カラットあたり約500万円もするんです。ケロッグのフルーツループにはいろんな味のものがある。迷信です。嫌いな色を避けても意味がありませんよ。いろんな色がありますが、味は全色同じです。製造者であるケロッグも全て同じブレンドのフルーツ味だと言っています。何も信じられなくなってきました。エンパイアステートビルの屋上から1セント硬貨を落として地上にいる人に当たると死んでしまう迷信です。1セント硬貨に当たったらくすぐったいだけでは済まないものの、地上にいる人に被害を与えることはありません。硬貨が地面にぶつかる前にものすごい加速をすることはないからです。とはいえ実際に落とさないでくださいね。月には常に暗い部分がある。迷信です。月はダークサイドのフォースによって支配されてはいません。月は地球の周りを常に同じ面を向けて公転していますが、常に暗い部分があるわけではありません。クリネックスはガスマスク用に開発された製品である。本当です。もともとキンバリー・クラーク社が薄い綿のフィルターの代用品として開発したのです。1924年メイク落としとしてアメリカでクリネックスの販売を開始し、最終的に現在のような柔らかいティッシュになったのです。チョコレートは体に悪い。これは絶対に迷信ですよね。他の食品と同様、チョコレートも食べ過ぎは有害ですが、少量であれば健康にいいんです。ただしチョコレートといってもダークチョコレートに限ってですよ。週末にたくさん寝れば寝だめすることができる。迷信です。日曜の朝に寝坊するのは気持ちいいですが、睡眠不足を補うことはできません。さらに不規則な睡眠は集中力やパフォーマンスを低下させる可能性もあります。目が覚めた時にリフレッシュしたように感じられたら、それが適切な量だということです。ゾンビは実在する。本当です。映画で見るような腹を空かせたゾンビになった人間はいませんが、動物界には存在しています。台湾アリタケという真菌はその化学物質によってアリを奴隷にしてしまうのです。真菌にコントロールされるとアリは巣を離れて特定の枝や葉を見つけます。すると真菌が発芽し胞子を放出するのです。地球上で最大の生物はシロナガスクジラかアフリカゾウかシャキール・オニールである。迷信です。どれも確かに巨大ですが、オレゴンにあるブルーマウンテンのナラタケには全く及びません。長さ 5.5km で、端から端までの長さはブルジュハリファ6つ分あり、未だに成長し続けています。しかも嬉しいことに食べられるんです。オムレツを作ったら美味しそうですね。七面鳥は赤面する。本当です。七面鳥は人間と同じように興奮したり怒ったり病気になったりすると顔が赤くなります。頭や首の皮膚が赤くなったり青っぽくなることがあるんです。首の近くの肉厚な肌のひだはスヌードと呼ばれていて、興奮すると真っ赤になります。感謝祭の時に出る七面鳥はすでに色が分かりませんけどね。人間には五感しかない。迷信です。正しい数は分かりませんが5、7、14、
24、さらに57感あるという人もいます。実際に最も基本的な感覚は視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚だけでなく、動き、体の位置、体温、バランス、心などの内部の感覚などもあります。例えば目を閉じて鼻に触れる時に使っているのは固有受容感覚か体の位置の感覚です。コウモリは目が見えない、迷信です。実際にコウモリの夜間の視覚は人間の視覚よりも優れているんです。でも白黒でしか見えないので日中はよく見えないのです。コウモリは目を使わなくても超音波を使って動き回れる事実から、おそらくこの迷信が生まれたのでしょう。ユニコーンは実在する、本当です。ただし馬ではなく鹿ですけどね。一本の角は数種に見られる遺伝的異常かもしれません。その昔ユニコーンの伝説が生まれた起源にもつながっているかもしれません。蜂蜜は腐らない、迷信です。湿気の多い環境で密封されていないと腐ってしまいます。密閉されていて水が入らなければ蜂蜜は腐りません。抗真菌性かつ抗菌性なので微生物が繁殖できないからです。きちんと保存してある蜂蜜はいくら古くなっても食べられます。オレンジは常にオレンジ色である、迷信です。甘いオレンジはみかんと皮が黄緑色のザボンが掛け合わされたもので太陽から身を保護しています。オレンジは東南アジアのような温暖な気候下だと熟しても明るい緑色のままなんです。果物の色からオレンジ色と呼ばれるようになったのか、はたまたその逆なのか気になりますね。ストロベリーフラペチーノには虫が入っている、本当です。幸い今はもう違います。こっちにいる貝殻虫と呼ばれる小さな虫をすりつぶして作った染料は食べ物を赤くするために多くの企業で使われています。スターバックスは2012年にストロベリーフラペチーノで虫の染料を使うのをやめたようです。海外の消防士は化学物質入りの水を使っている、本当です。近年海外の消防士たちはより効率的に消火活動を行うために特別な化学物質を水に加えるようになりました。湿潤剤は水との表面張力を低下させるので物体への拡散や浸透が促進されるのです。スズメバチは放っておけば刺されることはない、迷信です。これはミツバチには通用しますがスズメバチには通用しません。かなり気性が荒く挑発されなくても刺すことがあります。巣の周りを通り過ぎただけでもスズメバチを見つけたら距離を取ってください。本来エッフェル塔は20年後に解体されることになっていた、本当です。当時エッフェル塔は万国博覧会でフランスの産業力を見せつけるために設計されました。設計者は頂上に送信機やアンテナを巧みに配置してタワーが解体されないようにしたのです。頭じらみは汚い髪を好む、迷信です。しらみには髪の清潔さなど関係ありません。清潔な髪でも油っぽい髪でも掴まれればどっちでもいいんです。しらみは人間の頭髪に掴まりますが人間の頭皮に寄生します。ラクダのコブには水が蓄えられている、迷信です。ラクダは水を蓄えているのではなく組織に脂肪を蓄えているんです。人間が太るように脂肪を貯蔵するので砂漠で何も食べなくても何日も生きていけるんです。ちなみにラクダは一度に大量の水を飲みそれを血流に蓄えているんです。人間は1日に8杯の水を飲むべきである、迷信です。暑い時期には特に水分補給が重要になります。でも飲み物はすべて水分なのでお茶やコーヒーもカウントされるというのを忘れがちです。喉が渇いた時が体が水を欲している時なので水を飲んでください。象は決して物を忘れない、本当です。陸上動物の中で最大の脳を持つ象は記憶力も優れているので物を忘れることがありません。象の社会構造では自分たちの領土と仲間と水を見つけた場所を思い出すことが大切なんです。そして
人間よりも記憶力が優れているかもしれません。あれ、どこに鍵を置いたんだっけ。バナナは逆さまに育つ。本当です。バナナは成長するとき太陽に向かって伸びるので、その結果曲線状になります。ということは今までずっと逆に向いていたということになります。1000以下の自然数の英語の綴りには A の文字が含まれていない。本当です。もし自分で確かめたかったら一つずつ数字を綴っていってみてもいいですが、私の言葉を信用してはいかがでしょう。ギネスブックはそもそも議論を解決するために作成された。本当です。世界最高の雑学の本はヨーロッパで最速の狩猟鳥に関する議論の末、1955年に出版されました。ギネス醸造所の代表取締役は雑学の事実を確認できる本がないことに気づき、自分で作成したのです。アメリカの大半のわさびは本物である。迷信です。美味しいお寿司を食べるときについてくる緑色のペーストのほとんどはわさびじゃなくて西洋わさびから作ったものです。本物のわさびはかなり高価でまろやかな味がします。目の前で作られていないものには偽物が多いということですね。